こんにちは。今日は、通院の日でした。なのでちょっとその給食について少しお話をしてから、あとは、他のお話をしようと思います。ちょっとした雑談になりそうです。はい、今日はね、病院の帰りに枝豆が食べたくて、これ冷凍なんですけど枝豆を買って帰ってきました。もうすぐね、あの新鮮な枝豆が食べられる季節になる、のでそれも楽しみなんだけど、冷凍は冷凍でね、すごいね、こう粒揃いなんですよね。冷凍ってこう中にこう豆が入ってないとかそういうのがないから、すごいどれをとってもだいたい大きな豆が入ってるっていうので冷凍も好きです。そう、それで今日ね、行ってきました病院に。それでまあ5月からまたさらに3ヶ月、給食を延長したんですけど、それで、どうですかって聞かれて、いつものことなんですけど、まあ、特にあまり変わったこともないしっていうお話をして、であとね、ちょっと娘と喧嘩をしてしまいましたみたいな話とかちょっとそんな話をしました。であとは会社の方は今戻ったとしてもまたちょっと同じ繰り返しになりそうっていうことで、まだねこう完全に戻れる自信がないのでっていうことで、3ヶ月の、さらに、休職をするための診断書をお願いして、あとは傷病手当金、4月分の傷病手当金の書類をお願いしてきました。なんかね、最近思うんですけど、休職してその根本的なその解決になってる人ってどれだけいるんだろうって思ったんですよ。っていうのはなんかね、休職期間って本当気持ちが休まらないと思うんですね。どういうことかというと、まず、休職に入るじゃないですか。もう最悪の状態でそう休職に入るんですけど、その頃っていうのはやっぱりこう気持ち的にも沈んでいて、全然何もやる気がしなくて、で私の場合は無理やりそのプログラミングスクールをやり始めたんだけど、普通はそうこううつ状態で結構こう寝込んじゃったりっていう人も多いと思うんですよ。であとは会社に申し訳ないなとか、なんか私家で毎日ゴロゴロしてこう怠けたいだけなんじゃないかとか、そういうこう罪悪感にすごい悩むわけですよ、最初のうちっていうのは。それで 2,3 ヶ月経ってだんだんこう気持ちが変わってきて、その落ち込んでっていうのはだんだんこう治ってきて、やっとこう一人で毎日家で時間を過ごすっていうことに慣れてきて、やりたいことをこうやり出すわけなんですけど、そこでいろんなことをこうやっては失敗しの繰り返しで、なんかもうとにかく好きなことをいろいろやっていくっていう時期が来ると思うんですよ。ですけどやっぱり会社を完全にこう辞めたわけじゃないので、会社からの連絡がたまに入ったりで、そういう時はやっぱり気持ちがガクーンってこう落ち込むと思うんですね。できればこう一切こう会社と関わり合いを持ちたくないみたいな、離れたい、もう完全に離れたいっていう感じだと思うので、なんかね、会社とつながってるっていうところだけで結構こう気持ちが落ち着かなかったりするんですね。結局は会社とこうコミュニケーション取っていかないといけないっていうのがどこかにあるので、でやっぱりこうなんとなくこうすっきりしなくて、完全に自分は自由じゃないっていう感じなんだよね。でだんだん今度はこう経済的に苦しくなってきて、お金の心配をしたりとか、あとはこう時間が経つにつれて今まで何やってきたんだとか、全然何も解決してないよなとか、そういうことを考えてやっぱり焦る気持ちが出てくるんですよ、どんどん。そう、経済的なことに関しても、あとは仕事復帰に関してもだんだんこう焦る気持ちが出てきて、やっぱり気持ちが落ち着かないんですね。で結局やっぱりその休職期間っていうのは半年とろうが1年とろうが一緒で、気持ちが落ち着かないと思うんですね。私はなんかね、だんだんそういう風に考えてきて、だったらこう無理やり
どうしてももし今の会社に戻りたくないんだったら、戻れないんだったら、あの無理やり何かこう戻らなくても食べていけるようなものをとりあえず作ってっていうことしかないのかなって最近考えるようになりました。だからね、私も今回3回目の延長で3ヶ月3ヶ月ってずっとやってきたんだけど、3回目の延長だからもういい加減で何かこう自分で何か見つけてどうにか解決策を生み出さないといけない時期だなって考えるんですよ。だからもし見つからない場合はもうこの3ヶ月で無理やりでも何かをこうやり始めて、とりあえずそれで食べていこうかななんて最近思うようになりました。そう、なんかもうね、給食期間が終わって退職、もし退職したらまあ経済的には結構大変かもしれないんだけど、だけど結構ね、気持ち的にはね、その会社とのつながりが切れるわけじゃないですか。だからね、すごいね、そこでまた気持ちがまた変わるんじゃないかな。完全に自分は会社とこう離れてフリーになったっていうのはすごく気持ちの上で大きいと思うんですよ。で、あとはやっぱり自分で、今までは会社は完全に退職してないから社会保険にも入って、まあ、自分は半分給料もらえないから半分折半で、その分は自分が毎月払わないといけないんだけど、それでも社会保険に、厚生年金と健康保険に入れてるっていうのはすごい大きいことだと思うんですよ。それで、まあ、それはあるんだけど、だけど、まあ完全に会社とこうつながりが切れて気持ち的にすごく楽になるっていうのはね、すごいこう大きいかなって思います。それで自分で何かをこうやらなきゃって初めて思うように、真剣に考えるようになるのかなって思います。なんとなくね、お給料もらってなくても社会保険とか折半で払ってもらえてる間はなんとなくこう、まあ、いざとなったら会社に戻ればいいとか、こうかなんとなく その会社にぶら下がっているっていう気がするんですよ。だからそういう意味でも会社をこう完全に退職したらまたこう気持ちが変わってきて、積極的に自分で生きていこうってなるのかなって思いました。給食ってね、すごいね、まあ休憩する意味ではありがたいんですけど、やっぱりね、気持ちの上では完全にこうフリーには慣れてないので全然気が休まらないんですよねっていうのをね、今日ね、帰り道歩きながら考えてました。なんでなんか最悪もう無理やりでもこう戻らなくても食べていけるようなことを一つやり始めてしまおうかななんてことをね、まあ具体的には全然考えてないですけど、そんなことを考えていました。はい、とそれで、そう、給食期間の話はそれでこれで終わりなんだけど、そうこの間動画で5年ぐらい前に会社を退職して、それでその、ベトナムに行くかどうかっていう話になったっていうお話をしたんですけど、その時に退職した会社に働いてた時って、まあ5年前だからそんなに前じゃないんだけど、なその頃って私穏やかじゃなかったなっていうことも なぜかなんかふと今日考えていました。っていうのはその時ね、働いて、私がそこに転職したのはその経理をやっていたおじさん、男の人が私の前任者でいたんだけど、その人が退職するから私が入ったんですよ。でその人80代だったんですね。一回どこかの会社を退職して、それで65とか70ぐらいで再就職して、でその会社で働いてたんですよ。で80何歳かはちょっと忘れちゃったんですけど、とにかく80代だったんです。80代のおじさんが私の前任者で経理やってたんですよ。でまあまあ普通に英語はまあ業務で使うぐらいだったら喋れるっていう感じでやってたんだけど、
私ねもう本当に馬が合わなくてそのおじさんと喧嘩しちゃったんですよね。だからねなんか5年もう若かったっていうのもちょっと5年前だからもう50ぐらいだったし変なんですけどなんかねすごいね穏やかじゃなかったんですよ。思い出してちょっと恥ずかしくなっちゃいました自分で。なんかねそのおじさんは毎日毎日エクセルをいじっていてなんかまあエクセルのねいじり方もねすんごいマニュアルなんですよ。なんだろうなこう例えば計算式を入れる時もプラスのマークを使って足し算とかしていくんですよ。もちろんそれは使えるんですけどだけどなんだろうなサムとかその関数あるじゃないですか。関数をもっと綺麗に使って組み立てていく計算方法とかはその辺は使わなくてとにかく足すとか引き算とかプラスマークとかマイナスマークとかそういうのでどんどんこう計算してやっていくんですよ。でなかなかそのエクセルのシートが、私あんまり好きじゃなくてそのおじさんが作るのが結構こう自分で考えたやり方で作ってしまったんですよ。そしたらなんか僕の言う通りにやりなさいってすごい怒られてでなんかでも私もその時自信があったんですよ自分で作ったファイルに。それで嫌ですって言っちゃったんですよね。そう、そっからねなんかちょっとこう関係が悪くなってまあそのおじさんは辞めるからまあいいやって思ってたんだけどそう、そんな感じでね割とね穏やかじゃなくて80歳のそのおじさんと馬が全然合いませんでした。そう、でもねそういうのを見ていてなんていうのかな結構今こう定年延長とかやって割とね65歳70代とかいつまでも現役っていう感じで働くっていう話はいっぱいあるんだけどいやちょっとちょっと待ってよとか思って一生現役っていうのはいいかもしれないんですよ。だけどそうやって会社でみんなでこう働くんじゃなくて自分の力で何かをこうやっていく自分で何か仕事を作って自分でやっていくっていうのが好ましいんじゃないかなって思いました。なんかねやっぱりね人間年を取るとこう反応も鈍くなるし反射神経も衰えてくるじゃないですか。だからやっぱりねあんまりこう人と一緒に働くっていうのは足を引っ張るって思うんですよね。本当申し訳ないんだけどそうだからねできれば自分の理想としてはそれを見てねこう思ったんですよ。自分で何かをこうできるようになって自分の力で食べていくっていうことが本当にまあ本当は早くもっと早く20代30代から分かっていてやっていればよかったんだけどまあ50代でも遅くないかなと思って私は本当に今からでも一生死ぬまで働くんだったらちゃんと自分の力で生きていかなきゃいけないなって改めてね最近ね思ったんですよ。やっぱりそういうみんなと一緒に働くときに、まあ、私自分で自信ないんですよね。はっきり言って自分がねなんか突然こう体調悪くなったりっていうことがだんだん出てきたのでだからこう自分では大丈夫って思ってもやっぱり周りの人に迷惑かけることがこれからあるよなって思うとやっぱり自分一人でこう働いていけた方がいいかなって思いました。それでねあとね前にちょっと YouTube だと思うんだけど、仏教の話を聞いていた時があってでその時にあなるほどなって思ったことがあってそれっていうのは若い時はこういっぱいこういろいろいろんなものを買いたいとかいろんなものを学びたいとかこうとにかくこうインプットいろんなものを食べるいろんなものをこう学んで頭に入れるとか知識を入れるとかとにかくこうインプットをものすごくするじゃないですか。で私たちも小さい頃からずっと、まあ、20代ぐらいまでは勉強学校に通って勉強をして知識をこうインプットしてとか、まあ、で、もう物欲もあるしこう稼いだお金で大好きな洋服を買ったりとかとにかくこう
もらうっていうか、こう知識とか何かをこうインプットするっていうことがずっと行われていて、だけど例えば食べ物だってそんなにいっぱい食べたらお腹いっぱいで食べれなくなるじゃないですか。それで今度はそれをこう全部出す、こう今までインプットしてきたものを全部こう出すっていうのが、あの高齢というかだんだん、まあ、中年ぐらいになってきて大事なんじゃないかなっていう話をしてたんですよ。だから今までこう貯めてきた知識をこう今度はアウトプットして、人のためにあのアウトプットしていく、何かあの50年ぐらいね生きてたら 何かしらもう何にも特技とかないよっていう人だっていろんなこう思いとかいろんなこう経験があると思うんですよ。だからそれをこうアウトプット して他人のために役立てるっていうことをね話してたんですよ。で私はなんかそれを聞いてなるほどなって思って、そうなんでね、もうとにかくこう思ったことを全部アウトプットしたりとか、考えたことをアウトプットしたりとかできるあの特技をこうみんなに教えていくとか何でもいいと思うんだけど、そういうふうにもう本当に今何でも稼げる時代だと思うのでできるといいなって思いました。はい、今日はちょっとね雑談だったんだけど、その給食期間に何かしらこう解決できるのかっていうお話と、あとはちょっと5年前に働いてた会社の出来事をお話ししました。では今日はこれで終わりにします。さようなら。